こんにちは。テンバアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出マニュアル特別モニター募集ページです。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリアへのアマゾン輸出が稼ぎやすい。6ヶ月で月30万円稼ぐスキルが身につきます。ソフトバンクとヤフーが新しい決済サービス、PayPay で100億円を ばらままいいていますこれはオーストラリアアマゾン輸出で販売する商品を仕入れるのにありがたい追い風です。初心者でも確実にオーストラリアアマゾン輸出を始められるマニュアルのモニターを特別価格で募集しています。あなたがあと10年以上生きるなら自力で稼ぐスキルは必須です。 これからの日本人を待ち受ける三つの問題。人口減少。日本では稼ぎ,稼ぎにくくなります。年金問題。年金の制度見直しに着手。年金は老後の暮らしを支える制度ではなくなります。インフレ。貯金や個人年金の価値が激減します。これからの日本人には自力で稼ぐスキルが必要です。 日本人が身につけるのが簡単なのは輸出ビジネスで稼ぐスキル。この申し込みページを読んでいる新たに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリア、アマゾンを使った輸出ビジネスです。オーストラリアの購買力は日本人が想像するよりはるかに大きい。12月26日、ボクシングで明けのバーゲンの売り上げ。 ボクシンングデートはプレゼントの箱を開ける日ですこのボクシングデーセール、1日の売り上げが2000億円。これは日本で一番大きなデパート、三越伊勢丹の2ヶ月分の売り上げです。オーストラリアアマゾンマニュアルを作ったわけ。間違えたノウハウやツールを普及させて、日本人セラーの評判を落とすのを避けたい。普通の人が、 正しい稼ぎ方を理解して実践できるマニュアル。私は自分が稼ぐ片手間に根性論や再現性の低いノウハウを提供するのではなく教えることに真剣です。自分が使いたいマニュアル。すごいボリュームでどこから手をつけていいのかわからない。いろんな情報が載ってるけど必要な情報は探せない。あるいは載っていない。そんなマニュアルではなく 使いいやすいマニュアルを提供したたかった初心者がパソコンを使って稼ぐならオーストラリアアマゾン輸出が一押しです安く買った商品を高く売って儲けるという物販ビジネスはシンプルで結果が出るのが早いです中でもおすすめはオーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです物価が安い国日本から物価が高い国オーストラリアに輸出するビジネスは簡単です 日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高い。ほとんどの日本人は意外に思えますが、今の日本の物価は安いです。オーストラリアの物価は高いです。所得も今の日本人の所得は安いです。一方、オーストラリア人の所得は高いです。日本人の年収分布で一番多いのは年収200万円以下です。オーストラリアの平均所得。 約712万円。普通は共働きなので平均世帯年収は2人分の1424万円です。しかも高所得で貯蓄はほぼゼロ。これがオーストラリアの標準デフォルトです。オーストラリア人はスイスを抜いて世界一の金持ちになりました。 そんなオーストラリアに日本から輸出して儲かる商品はいくらでもありますさらに100億円ばらまきキャンペーンというとてつもない追い風が今吹いてます PayPay ペペという決済サービスを使ってビッグカメラで仕入れをすると PayPay ペペでポイントが20%バックされますさらにビッグカメラのポイントが8% 合わせて28%も商品仕入れ価格が安くなるという潜在一遇のチャンス到来中です。さらに、運が良ければ100%ポイントバック、つまり仕入れがタダになってしまいます。また仕入れがタダにならなくても20%のポイントバックされなくても何倍もの値段で売れている商品はたくさんあります。例えば100円ショップダイソーで買った商品、アイテープ。 13倍。カミネード、えー、5倍、10倍、3倍と。それからベイブレード3倍。炊飯ジャー1.9倍。あるいは2.1倍。または2倍。ヘアアイロン2.8倍。ワイヤレスコントローラー1.8倍。コピック1.7倍。プラモデル1.9倍。 プラモデルのパーツ倍ホームプラネタリウム1.7倍ジャガポックル2倍日本のウイスキー2.9倍とこのように高く売れる日本商品はいくらでもあります始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンスですさらにわからないことは気楽に聞けば解決するサポートがついているマニュアル 特別モニターを募集します。だから初心者でも半年で稼ぐスキルが身につきます。これは以前、アメリカアマゾンに取り組んでいただいた時の成果、半年間で3000ドル、あるいは6000ドル、1万1000ドル、2万1000ドルと、半年後には30日間でこれだけの売り上げが上がるようになっています。なぜここまで成果を出していただけているか。私がアマゾン輸出を教えるのに心がけていること。 簡単なことでも教えると。初心者が自分で調べて間違えた方法を覚えてしまって稼げなくなるのはお金がもったいないと。また私に聞けば5分で済むのに自力で何時間も調べるのは時間がもったいないです。そんな今回のオーストラリアアマゾン輸出マニュアルの内容アカウント登録銀行口座解説 NG 商品の紹介 購入者あるいはアマゾンからの問い合わせに対する対応、または日本、アメリカ、eBay などで転売経験している人でも、オーストラリアと、えー、それらの、えー、市場の違い、えー、そういったのを分かりやすくご紹介しています。こちらのサポート隙間にある特別モニターに募集すれば、1ヶ月後には商品が、えー、出品できると、早い方だと1ヶ月でも商品が売れているというような、ねえー、スキルが身につきます。